共に WBC 日本代表の内川とキャッチャーの阿部、投げた長野も WBC 代表。いやー、江川さん、これぞ野球の醍醐味というプレーがありました。素晴らしいプレーですね、思い切って走りましたし、長野選手の、送球もパーフェクトですね。そうですね、ただノーアウトですから止めたかったですね、なんとなくね。3連打で先制かというところ、ただ三塁コーチ躊躇なく腕を回しました。長野のこのボールです。まあ、ただ桑田さん、はい、少しそれていればセーフかもというタイミングですよね。このボール、もう一度スロー映像でご覧いただきましょう。足を入れに行った内川ですが、阿部しっかりブロックして、桑田さん、ボールを落としませんでしたね。そうですね、このプレー非常に阿部君もよかったいいプレーなんですけど、アマチュアはですね、今このプレーダメなんですよね。どのあたりがですか？はい、ホームベースをまた入れるとダメなんですよ、ね。ランナーがホームベースきっちり見えてスライディングできるようにしておかなきゃいけないんですけど、はい。ラヒアの当たり、長野前進して、さあ三塁ランナータッチアップで、もう一度長野から、今度はセーフ、今度はセーフ、ソフトバンク1点も先制。これは湧きますね、この見どころ素晴らしいですね。長野からストライク返球が続いたんですが、今度は松田の走力が上回りました。もうギリギリですよ、2つのプレートもね。ただ杉内からソフトバンクが先制です。打ったのはラヘア、去年メジャーリーグでオールスターにも選ばれましたスラッガー。ただ江川さん、前に走りながら投げやすい体勢でしたが、松田は躊躇なくスタート切りましたね。さっきのは1メーター左側だったですよね、今度はちょっとファースト側にそれましたよね。なるほど、その分その分ですよね、グローブを持ってくる時間が、その分時間だけですね。ただ松田がホームを陥れました。タッチアップから先制はソフトバンクホークスです。ただ桑田さん、はい、